どうも皆さんこんにちは。今回はですね、レクサス GS200T というセダンのマシンに試乗してみようと思います。こちらのセダン、レクサスのセダンの中では結構スポーティーなセダンに仕上がっていると僕は聞きました。なのでそのスポーティーなセダン、どんな走りをするのか非常に楽しみで仕方がありません。それじゃあ試乗してみようと思います。今回はこちら、レクサス GS200T F スポーツでございます。でまずこの一見の見かけからすると、めちゃくちゃかっこいいというわけではなくて、とっても華やかな感触を受けました。ですが、なかなか結構速かったですね。それからエンジン的なことを言いますと、直列4気筒 DOHC のインタークーラー付きターボチャージャーで、排気量が 1998cc、 馬力が245馬力です。走った感触としては結構加速の伸びが良かったので、ターボが効いている感じがありました。それからこの GS200T の後ろもかっこいい感じじゃないですが、華やかな高級感あふれる感じに仕上がっていると僕は感じました。でこの華やかな見かけから想像もできない、なかなかのその加速力と力強さ、そして足回りの硬さ、これはいかにも輸入車を意識した感じになっているかなと僕は思いました。コクピットはまずこのインパネは特にかっこいいというわけではないんですが、とっても華やかな感じです。でこのシート、この赤色、とても僕個人的にこの赤色のシート気に入ってます。まずこちら前編動画では、このレクサスミツ日比谷さんから辰巳第一パーキングエリアまで首都高を使って走ってまいります。その首都高の走りでもなかなか足回りの硬さ、そして加速力の心地よさを楽しむことができました。それではその走行模様、ドライバー目線でお楽しみください。およそ400m 先、内幸町を右方向です。およそで、これがレクサスの GS200T F スポーツです。で、今回は首都高を使います。次の信号は右方向です。で霞が関からまず乗ります。右方向です。でそれからレインボーブリッジを渡って辰巳パーキングエリアを経由して、で首都高9号を通って、で神田橋で降りて、またレクサスミツ日比谷に降りるというルートを行こうと思います。じゃあまずは霞が関ランプを目指します。およそ 700m 先、財務省上を斜め左方向です。財務省上を斜め左。今エコモードで走ってますが、なかなかこの静かな走り口、これならまあ街乗り向きって感じかな。およそ 300m 先、財務省上を斜め左方向です。
あ、このままでいいや。次の信号は斜め左方向です。その先、目的地周辺です。よいしょ。目的地です。C1、参ります。はあ、静かな感じでこのはこの走力、この加速力とスピードの伸びで、このスピードのキープ具合ってなんかやっぱ輸入車みたいな感じだよな。継ぎ目でガタンガタン来てもそんなに乗り心地は悪くならない。うん、これもやっぱりいいとこだよな。この乗り心地の良さっていうのはやっぱり今現在のマシンにはやっぱ重要なポイントだな。はい、このままレインボーブリッジ。おお、曲がる曲がる。
なんか、この CLS ちょっと、荒いな。で、ここでレインボーブリッジ。これで今スポーツプラスにした。ドライブセレクトモード、これでどうなるかなって。またなんか加速のパワーが変わった気がする。首都高の情報です。東関東道まで湾岸線経由で20分ほどかかります。いやいやいや、湾岸線はほんのちょっとしか通らない。周辺にオービスがあります。丁寧だ。オービスをちゃんと知らせてくれるっていうのは。なかなかスポーティーな走り。面白いな。正直言ってあんまし、あれだな。すぐ辰巳に入っちゃうから、車線はこのままでいい。早く逃げる。はい、これで辰巳パーキングエリアに入ります。
今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならば、チャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ。登録。みんな、待ってますよー。